FC まばりの金井が行かないと。皆さんこんばんは。 FC まばりの金井が行かないと、パーソナリティの金井良一です。この番組は今治市本拠地局 FC まばりの金井が楽しく選手やスタッフ、またはゲストをお招きしてお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております。前回は、ユニチャーム株式会社の福田さんと、株式会社今治夢スポーツ代表取締役会長の岡田武さんに、出ていただきました。まあ、これは、3回目になるんですけども、クラウドファンディングの返礼品として金井が行かないと、福田さんの方に選んでいただきました。福田さんから、岡田さんに対する、まあ、質問だったりクラブに対する質問をですね、岡田さんにぶつけてですね、まあ、ある意味金井へのいじりも多少あったりとか、かなり和気あいあいとした雰囲気で、ラジオ収録することができました。今後一緒に取り組んでいきたい、ご提案だったりとか FC まばりへの熱い思いなども福田さんからお話しいただきました。ぜひ今後とも、共生社会実現パートナーとして一緒に、前進していきたいなと思ってます。前回の放送聞かれてない方は FC 今治の YouTube チャンネルから、ぜひご視聴ください。さて今回もゲストをお招きして放送していきたいと思います。じゃあ早速呼びたいと思います。スポーツダイレクター碇さんです。お願いします。碇です。よろしくお願いします。なんかええな、なんかスポーツダイレクターとなんか横文字のなんかもう名前だけだね。いかにってこれ出たことあるやんな。いや、かなりがいかないとはないんじゃなかったっけ。なかったっけ。あの、ある緩い感じはあるけど、俺ずっと出たいって言ってたけど出してもらえてない。碇が出たい出たい、これはもうでもようやくと言いますか、俺らは待ちに待った碇やからな。これも皆さんも、これイカナの皆さんもイカネンイカネンっていう声が聞こえたか聞こえてないかはちょっと、まあ、ほぼ聞こえてないでしょうけど聞こえてるな。あのイカネン、あのいろいろと今日はあの、まあ、前半戦終わってとか今の、まあ、お仕事のこととか少し聞きたいと思うんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一方、強化担当の中野圭さんです。お願いします。こんばんは、中野です。よろしくお願いします。K はもう手すぎてるからもう いや、まあ、僕もちょっとそのなんか横文字欲しいんですけどスポーツダイレクターかっこいいですよ。スポーツダイレクターサブアナリストとかにする。いいですよ、分かった。あれでいきましょう。どれ、ヘビーかなの中野でいい。ヘビー、いや、おい、それ肩書きにできんの社営会社やん。うちの会社絶対無理よそんな。だからリスナーの皆さんから応募してみる、ケイちゃんの肩書き。ああ、すいません、あの、いかにとこのラジオ出たことないから分かんないと思うんですけど、リスナーって呼ばないと、番組では。すいません、ごめんごめん、いかなか。あ、そう。すいません、恐れ入りますけど、いかなの皆さんから、え、出しちゃう？応募して。でも結構、意味不明ないっぱい来るやろな。でも意味不明なんが、ほんま採用したいんだけどな。なかなか。ちょっと名刺に書きづらいやつだったら、ちょっと嫌っす。いや、あの、ヘビーイカナーって書きづらいやろ。いや、ちょっと話題性になるでしょ、それ。話題性にある。自己紹介にちょっと変えれる。今治夢スポーツ、ヘビーイカナーの中野圭です。よろしくお願いします。何やそれみたいなやつ。誰が喜ぶねん、それ。金井がないよの宣伝にもなるでしょ。ああ、最高やな。もう全員名刺に QR コード貼っとけよ。エンブレム変えようかな思ってるぐらいも。それ無理やろ。あの顔に顔にエンブレムのあのちょっと何て言うかな、あの波三本じゃないけどさ、波三本出ていいのか、あそこも俺の顔にしようかな。ちょっと主張が嬉しいですね。候補さん通らない候補 NG 候補 NG 出ます。それだって出たらすごい。ちょっと今日ね、まず前半戦ちょっと終了して、あの、強化の方々にはこのタイミングで出てほしいなーっていうのはちょっと思ってたんやけど、まあ、
7月17日は、ホーム、YS さんとのゲームは、まあ、まあ、コロナの影響もあって延期になって、で、前節ね、沼津さんとのゲームは、1対0で勝利したわけですけど、後半戦一発目始まってるけども、ちょっと真面目な話になるけど、前半振り返って、まあ、強化のお二人から、まあ、どういう印象とか、ここまでの結果についてちょっと話してもらおうかなと思うんですが、この前の沼津戦終わって8勝4分け5敗かなっていうところで、まあ正直もうちょっと勝ち点欲しかったなっていうのはありますが、まあ最低限の前半戦の結果を残せたかなと思ってます。まあスタートのところでちょっとね、開幕直前にコロナのところでちょっとチームでまあクラスターっていう形が起きて、最後のところ調整がちょっと難しくなったところだったり、まあ、あとね、コロナの影響、ちょっと外国人の選手の入国も3月に入ってからってなって、うん、っていうところで、まあ、チームのところの状態が、やっぱり開幕から数試合、ちょっと、まあ、チーム作りっていうところは、ちょっと途中というか、まあ、作りしながらこうシーズンスタートした中だったので、まあ、その中で、勝ち点を積み上げれたらよかったなと思ってます。で、あとはね、もう、ちょっと期待してたラルフが、まあ、うん、ちょっと病気の方で、うん、まあ、その期戦でゴール決めてくれて、これからっていうところで、ちょっともう離脱になったっていうところは、まあ、痛かったんですけど、まあ、その後ちょっと勝ち点伸びなかったところもありましたが、まあ、そのタイミングで、まあ、急遽入ってくれた、茂木、キーパーの茂木だったり、フォワードの千葉カンタだったりが、まあ、守備のところだったり、まあ、得点のところで、アウト数字残してくれたので、まあ、今の結果が出てるかなと思ってます。なので、ここから、より勝ち点伸ばして、最後、ね、シーズン終わった時には、昇格できるような、まあ、準備はできた前半戦だったかな、っていうふうには思ってます。うん、なるほどね。はい。K はどんな感じ？真面目にありがとう、うん。ちょっと質問もしたいところだけど、ちょっと K に行くわ。はい。K は。まあ、ここまで勝ち点28で、うん、まあ、首位とはこう10の勝ち点差になっちゃったんですけど、まあ、イカリさん言ったように、こう、良くもなく悪くもなく、まあ、悲観すべき内、悲観するような内容じゃない結果ではないかなとは思ってます。うん、ただ、その、まあ、シーズン初めに、まあ、コロナで感染者を出して、うまく調整ができなかったっていうところは、まあ、我々、こう、強化としての、チームマネジメントっていうところではちょっと課題が出たかなと思うんで、まあ、このシーズンはコロナと付き合っていかないといけないシーズンだと思うんで、うん、まあ、そこでチームをストップされてしまうと、こう、成績が落ちたりとか、っていうのに繋がっていくと思うので、ここからは、絶対にチームが止まらないように、その辺のマネジメントはしっかりしていきたいなと思ってます。なるほどね。いろいろ質問したいところやけど、まあ、ちょっと、このイカナーの皆さんが、まあ、彼ら、まあ、強化、スポーツダイレクターと強化って、今の話で言うと、ほとんどやっぱチームの選手だったり、まあ、スタッフ周りのそのトップチームのマネジメントが、まあ、基本なんか、まあ、強化、スカウトだったりとか、いろんな案件あるだろうけど、まあ、コロナの話でチーム作りっていうところの話が出たけど、二人は何の仕事してんのみたいなのは、ちょっと、最初に聞いとかなあかんかなと思ったんで、僕はそうですね。まあ、普段は練習をこう、観察して、まあ、選手の様子だったりとか、うん、まあ、チームの雰囲気だったりとか、っていうのをこう見ながら、でまあ、練習が終わったら、今日この選手良かったよね、とか、うんうん、ちょっとこの選手調子悪かったよね、とか、そういう話を、まあ、今日課内でしたりとか、うんうん、あとはこう、まあ、さっきコロナのことを言いましたけど、Gリーグとの、連絡窓口とかってなって、うん、まあ今チームはこういう状況ですよっていう、まあ、コロナ感染者が出たら J リーグに報告したりとか、うん、まあ、そういった対応をしているっていうところですね。なるほど、ね、基本的にはじゃあチーム、今我々 FC 今治のチーム内のまずまあ評価したりとか、うん、選手のこのコンディションとか、まあを主に見て、それをこう強化内で共有して、それと、プラスアルファ、まあ、Gリーグと、まあ、コロナのことだったり、運営周りみたいなことを、
まあ、やってるみたいな感じ。そうですね。なるほど。じゃあもう、電話番長やな。電話番、こればっかりします。こればっかりで見えへんから。俺は見えてるけど、こればっかりやな。あ、そうか、見えない。見えないのか。以外にはどんな感じですか？そうですね。まあ、あの、経営はさっき言ってくれたような感じで、まあ、もともと2年前で選手でということもあるので、まあ、選手に寄り添ってもらいながらやってもらってる感じで、まあ、その中で自分は、まあ、トップチーム全体のところを、まあ、GM の竹本さんと一緒に、やってますと。で、具体的にいくと、まあ、分かりやすいというかところでいくと、まあ、全体の予算の管理みたいなところのところであったり、まあ、シーズン始めだったり、まあ、今回あったフィリップス選手とか、ミカド選手の移籍周りのところで、まあ、もちろん JK も含めて、業界の中で、いろんなまあ情報が入ってくるんで、その情報を精査して、最後、まあ、交渉ごとになるので、交渉のところをやって、契約書を作ったりっていうような、あの、クラブ間だったり、選手の代理人との交渉をやったり、みたいな。ことなんかトップチーム、まあ、会社でいうなんか財務とか法務とか、まあ、お金周り予算の中で選手、こんな選手獲得したいときにこの金額やったら取れる取れないとかっていうなんかもうお金周りが結構メインになってるのがいかに、まあ、そこの調整だったり、まあ、じゃあそれを契約書にどう落とすかみたいなのを、なるほどね、外国人選手だと翻訳ソフトをフル活用して、うわすごい大変やな、チェックしたりみたいなことはやってますね。なるほどね。強化っていわゆるこうさっき名前上がったけど、竹本さん、GM 竹本さんで、イクラリンでケイちゃんで小原さんの4人体制ってことやんな、うん、そうです。それ言うと GM の竹さんは全体をまあ統括するのと、小原さんはどういった仕事になるんですか？小原さんは主に大卒だったり高卒の選手のスカウトがメインなので、まあ週末は今治じゃなくて、いろんなまあ関東だったり関西だったり九州だったり、まあいろんなところでの試合に視察行ったり、まあ今だとちょうどインターハイが佐賀のは徳島でやってるので、うん、徳島に行っていい選手がいないかっていうのを見たりっていうのをメインやってます、うん、なるほどな。これタイムリーな話で言うと、うん、フィリップとフィリップ選手とミカド選手の加入は、うん、いやもう K とかイカリンとかで相談して、まあ、補強ポイントでもあるところを、まあ、選手取りに行ったのは、じゃあこれ誰が行くの？イカリンが行くかってこと、K が行くの？誰が、まあ、誰っていうと、まあ、みんなでというか、全員です、まあ、うん、なるほど。みんなビデオ見てるとかってことね。そうですね、まあ、いろんなこう情報は入ってくるので、うん、まあ、中間人、いわゆる代理人っていうところからだったり、うんうんうん、まあこういう移籍期間近くなってくると、まあクラブ同士でもいろんな情報のやり取りは出てくるので、うん、その中でなんかうまく、まあマッチングできたのが、フィリップ選手とミカド選手だったっていう感じです。なるほどね。まだフィリップ選手もミカド選手も、まだ試合には出てないですけど、こんなとこに期待してるみたいなのは、ケイちゃんはどんな感じで見てるの？フィリップ選手は、まあ、背が190あるので、うん、でかっ、うん、190あるんですけど、なんかそんなに足が遅いとか、うん、ポストプレーだけとかっていう感じじゃなくて、うん、なるほど。前線からこうハードワークして、守備でも頑張ってくれたりとか、うん、で最後クロスのところに、勢い持って飛び込んでいくっていうところが、彼の持ち味だと思うので、それを、うん、まあ、うちだったら十分にこう発揮できるんじゃないかなと思ってます。うん、で、ミカド選手に関しては、うん、まあ、中盤、ボランチのところで、守備の強さだったり、つなぎの部分で左右にボールを散らせたり、90分間ハードワークできたり、まあ、36歳という年齢なんですけど、まだまだスタミナは衰えてないというところなので、その部分に期待してもらえたらなと思ってます。なるほどね。
イカド選手で、結構 J の試合の出場数も300、400とか出てるよね。経験豊富だよね。そうですね。なるほどな。そういう選手が今治に力を貸してくれることによって、まあ、完全移籍だよね。そうですね。そうですね。うん。覚悟を持ってしてくれてると思って。そうやな。はい。確かにな。でも今年の、ある意味まあ、ね、まあ大宮からの移籍で、まあどういう経緯かは別として、移籍ってなると、いろんな思い持って多分、36の年での移籍ってね。まあ細も話してたけど、やっぱり相当な覚悟を持って、今までに来てくれてると思うから、これはぜひ期待したいところやけど、それで言うと、ここまでこの2022シーズンの補強っていうところは、イカリンから見てどうなん？まあ、ラルフのところに関してはちょっと残念なところもあると思うけども。うん、まあ、まだシーズン終わってないので、そう現時点のところではあるけど、まあ、その、まあ、試合、新加入の選手で試合出てる選手、出てない選手って、うん、まあ、ちょっと今、いろいろありますけど、まあ、みんな確実にチームの力になってくれてるし、全体して選手層が、やっぱり去年より厚くなったな、というのは思っているので、まあ、その3月の、まあ、コロナとか、外国人の合流とかっていうタイミング、ちょっとなかなか難しいところも、まあ、最低限勝ち点は稼げてこれたし、それ以降のところでも、いろんな怪我人出たりとか言ったところでも、しっかり、代わりに出てきた選手が、今、パフォーマンス出してくれてるので、そういう意味では、うまくいってるな、というふうに思ってますし、うん、まあ、ある意味ね、ある意味というか、まあ、もう、得点で期待してた中川選手なんかは、まあ、前半戦で7得点取ってくれてるっていうのは、まあ、今、うちが J3 上がって3年目ですけど、一番1シーズンで取ったのが、おととしの林正道選手が、確か7だったと思うので、うん、まあ、それを前半戦で、同じ数字取ってくれてるのは、まあ、一個彼がしっかり力発揮してくれたっていうところでは、まあ、いい補強 になってるかなっていうふうに思ってます。なるほどね。K から見たら、その、新しい今年の2022シーズンの補強、ではなく、もう2021とか20とか19からいる選手とかの、まあ、成長っぷりっていうのはどんな感じなの？うん、そうですね。まあ、新しい選手がこう、やっぱり入ってくる中で、こう、出続けてる選手もいるわけで、うん、で、今年、まあ、特に、上原選手なんかに関しては、同じポジションに2人入ってきて、最初出られなかったですけど、うん、そうね。そこから、こう、去年 やってこなかったような自分が課題だと思ってる部分をこ修正して2人のライバルが来たっていうことが彼自身の成長に非常につながってると思うし、たくましくなってきてるんじゃないかなと見てて感じるので、なんかこう補強っていうのは新しい選手が出るだけじゃなくて、いる選手が成長するっていう意味ではすごくいい刺激になってると感じてます。そうやんな。まあそうやってこうお互いこう切磋琢磨してチームっていうのは多分作っていくと思うんやけど、まあ実際今こう選手の中で誰が一番給料高いん？え？これは僕に聞いてもらっていいんですけど。うんうん。やっぱり誰か。やっぱり部長でしょ。部長。やっぱりこうお金握ってるのはな、いかねえか。お金握ってるのは、はい。僕はお金のこと全然わからない。まあ予算の中でっていうのはあるかもしれないけど、やっぱりな、いい選手をやっぱ獲得するのにもお金かかって、高かったりさ。そうですね。でも僕が今聞いてるのは、やっぱラジオ DJ が一番給料がいいっていうふうにある。いやー、まあでも。タオルがすごい売れたから、その、まあまあまあ、印税がいっぱい入ってるっていう。いや、ゼロです。頑張って宣伝してくれてる。違う。でもまたなんか新しいのちょっとね、タオルもそうやけども、なんか、ちょっとポイントポイントでなんか出したいなと思うんで、皆さんアイディアあったらなんかくださいね。もうだけど10月丸2年になるんで、コロナになってから2年ちょっとぐらいかやってるんで、なんかね、なんかやりたいなと思うんで。なので、給料一番高いのは僕ってことで。いや、そうだね。誰が満足するの？誰が満足するの？普段は、こう、強化ってこう、ね、表舞台じゃないからさ、
ほんま、多分いろんな人、ケイちゃんって、今、どんなお仕事してんのとか、たまに聞かれたりするし、うん。イカリンって、何してんのとか、何のお仕事してんの聞かれてるのするし。でもやっぱり試合とか、こう、チームを作る上では、監督、コーチだけじゃなくて、ある意味、選手だけじゃなくて、監督やコーチのことも、こう、なんていうの、なんて言ったらマネジメントっていうのか分からへんけども、チームという括りで言うと選手だけじゃないし、コーチ、監督も含めてってところ多分見てると思うんだけど、その辺の全体のバランス的には、どう？今、このチーム、今シーズン半分ぐらい終わって、残りの半分さあ行くぞっていう気持ちにはなってると思うけど、その辺の雰囲気とかってこう、徐々にこう右肩上がりに上がってんのか、いや、まだまだこう足りないことが、うん、たくさんあるっていう課題もあるのかっていうのは、ダイレクターどんな感じですか？まあ、まず、ね、この結果も、最低限とか言いましたけど、まあ、出してるし、まあ、ここ4試合負けなしっていうところで、まあ、いろいろ苦しい時期もありましたけど、まあ、改善すべきとか一個一個改善しながら、選手、スタッフ全員で前に進んでいくの、いってるので、いい雰囲気でできてるなと思います。で、そこをね、さらに、パワーアップできるように、昇格点目標に向けて、さらにちょっとギアをもう一個上げれるようにっていうところで、まあ、みんなその意識でやってますし、そこをどっちかというと、強化としては、そこはみんなが、ストレス感じないように、集中できてやれるように、まあ、サポートしてるっていうところです。なるほどね。なんか、エリートリーグとかも今、J リーグの公式戦以外のところでエリートリーグ多分やってて、はい、若手選手中心とか、はい、まあユースの子がたまにこう、西登録の子が出たりとか、はい、まあ、若手育成のところっていうのもやっぱクラブにとってはとても大事なことやと思ってんねんけど、その辺のなんか、はい、なんていうかエリートリーグ、この前もまあ、引き分けっていう結果だったけども、はい、その辺のなんか、試合出れなかったらモチベーションがこう、なかなか難しい選手に対しての働きかけとか、はい、西登録の選手への働きかけみたいな、なんか気をつけてることとかっていうのある？そうですね。まあ僕がこう選手だった時も、うん、なかなかこう試合に絡めずに、うん、苦しい思いをしてるっていうのはあったので、まあそういった時に誰かにこう話したいじゃないけど、なんかこう不満を、うん、打ち明けたいっていう気持ちはすごくあったので、まあそういうのは、うん、まあ僕が聞くというか、うん、まあ、聞けるときは聞いてあげて、うん、まあ、聞くことしかできないんですけど、まあ、チームなんで、まあ、それ大事だから、うん、はい、いろいろ不満はあると思うので、うん、まあ、そういうのを一つ一つ、こう、解消、まあ、できてるかわかんないですけど、うん、聞いてあげて、若手選手の成長につなげられたらなとは思ってるので、うん、そこら辺はちょっと意識してます。そういうの、試合出れなかったら、まあ、フラストレーション溜まったり、ストレス抱えたりとか、ね、でも一方で、こう、チームのために戦わないといけないってところも植え付けないといけないし、その辺の、そう、バランスとか、コミュニケーションっていうのは多分、K が、まあ、選手経験もあるし、そういう試合出れなかったことの経験もあるだろうから、まあ、そういうのが、こう、若手選手にいろいろ伝われるかなと、偉そうながら思うんで、ちょっと引き続き、お二人には、このクラブをどうにか。あなたたち二人にかかってます。で、候補笑ってます。笑うな。みんなで頑張り。そう、みんなで頑張りましょう。これは、ね、最後戦うのは、まあ、選手かもしれないけども、やれることはみんなで、強化、もちろん強化のお仕事もありますし、我々のバックスタッフの仕事もありますけど、昇格するためには、みんなの力が、僕らバックスタッフ、うん、現場、強化、ファン、サポーターも含めて一つにならんと、うん、勝ちは転がってこないと思ってますんで、うん、ぜひ強化の二人も表に出れるときは、ぜひ引っ張り出すんで、出てもらって、いろんなところで、いろんな発言を、なんか待ってる人はいると思うんで、うん、ぜひぜひ、引き続きっていうところで、そろそろ時間らしいんすわ。早いね。早いね。だろ。早いね。なんで早いか分かる？名 DJ だからね。楽しいからなんですよ、これ。楽しいからね、早いんですよ。一番楽しんでるな。そうなんですよね。これほんま、
でもほんまにそろそろ時間となってしまいました。毎回ね、選手とかゲストの時はね、チェキ写真にサインしてプレゼントしてるんですけども、今回は誰が欲しいねっていうツッコミがたくさん回ってくると思いまして、ね、今回なしということになりまして、一旦記念に、今度取っとくっていうのは取っといて、はい、何巻的に、プレゼントできる形をちょっと取りたいと思うんで、またちょっと撮影だけご協力お願いします。もし欲しい人いたら、連絡すればいいでしょう。連絡 したらもう、渡すよ。でもね、一人ずつ取って、誰が、どっちが欲しいかにしますね。絶対売れないよ。いやいや、いかに、そんなことないって。ケイちゃん10じゃねえな、100ぐらいケイちゃん送るだろうな。いかに名前。来ない、意外。いかに2ぐらい行きたい、2は。2、多分、うちのおかん。おかんやろあとだめだな。おかんとおとんやな。おとんか。あと、ばあちゃん。ばあちゃんじゃ3やな。3やな。3や。じゃあもうちょっと、時間となってしまったので、最後に、イカナの皆様に、お二人からメッセージをいただけたらなと思うんで、じゃあ、ケイちゃんからいいですか？はい。はい。まあ、後半戦も、皆さんの力が必要になってくると思いますので、引き続き、いいかなも聞きながら、試合の方も、現地では難しい人も、アナゾーンで見ていただいて、一緒に戦っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、いかにお願いします。はい、やっと念願のカナイがいかないとに出れて、いかなの皆さんに声を届けることができて、嬉しく思います。今週末のアウェーの福島戦が終わると、ホーム3連戦になるので、まあ、延期になったバイエス横浜戦も入ってくるので、まあ、後半戦、勢いつけるために非常に大事なホーム3連戦になると思うので、ちょっと、まあ、暑い中ですけど、ぜひ、イカナの皆さんには、スタジアムに駆けつけていただいて、まだちょっと声は出せませんけど、手拍子とか、熱気で、気持ちで、選手の後押しをしてもらえればなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。次回の出演者はまた追ってご連絡したいと思っております。それでは、次回もお楽しみに。猪狩さん、中野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。Cool.